ました。さあ、ティガが1位でございます。井上さん、義務とかじゃないよ。俺は人間だから、俺がやれることをやりたいだけだよ。私今後ろ見えない。だからいいよ。光になれるさ、レナだって。ウルトラマンティガ、マドカ大吾役の長野博です。ありがとうございます。もちろん嬉しいのは嬉しいんですけども、僕もやっぱりウルトラマンを見て育ってきたので、僕の中ではやっぱりそのウルトラマンたちって偉大なんですよ。なのでそのウルトラマンのこう仲間に改めてなんか本当に慣れてるんだなっていうのを実感できたことが一番嬉しいですね、はい。やっぱりウルトラマンになれる人って限られてるじゃないですか。貴重というか、いろいろ運だったりタイミングだったりってものを持ってないとなれるものではないと思うので、なのですごい俺本当にウルトラマンに変身するのかなっていう感じでありました、はい。特撮ものには必ずだと思うんですけども、相手がいないっていうやっぱり初日が確か山梨の道志の方だったと思うんですけども、その3000万年前のティガの石像を見つけるっていうシーンだったんですけど、だいたいこのぐらいですっていうので、あそこにいますっていうのがすごく印象残ってますね。あとはその道志の川に冬流れたりとか、沈まないようにこう入れてなかなかカットがかかんないで、流れながら、あれこれカットいつかかんだろうなと思いながら嬉しいですね。やっぱりこうよくやっぱ30代前後の方に昔見てましたってやっぱり言われることはすごく多くて、ああもうこんなに年月経ったんだなって改めて感じますよね。今回、投票1位ということで本当に嬉しいことでもあります。ありがとうございます。2世代3世代そしてこれからの世代の方にも見ていただいて、ウルトラマンを楽しんでこれからもずっと愛していただけたら本当に幸せです。これからもウルトラファミリーをよろしくお願いします。